俺はリュウ・ホセイ、ガンタンクのパイロットだ。 RX-75 ガンタンク。連邦軍が RX 計画によって製作した記念すべき初の MS である。ただし連邦軍は MS という概念を正確には理解できていなかったため、完成したその機体は大型戦車、まさにガンタンクであり、 MS というカテゴリーの機体とは呼び難いものであった。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきゃみです。今日は機動戦士ガンダムターゲットインサイト、前回の続きからやっていきましょう。前回ガンタンクついに手に入れまして、今回使っていこうと思うんですけど、一旦武装の強化のために出しておりますんで、1戦目はジム寒冷地仕様でいきたいと思います。2戦目はねガンタンク使おうかなと思ってます。今回やっていくミッションなんですけど、前回の動画ラストで、海軍基地の攻略ミッションやりますって言ってたんですよ。でこれやる前にちょっと別のミッションが追加で出まして、こっちの方が期限短いんですよね。11月2日までってなってるんで、こっちやりたいと思います。護衛ですね、ミディア輸送機の救援ミッション。はい、というわけでやっていきます。それではスタート。Media transport unit was caught in a surprise enemy attack while flying over Southeast Asia. The media unit and its escort are attempting to escape from the battle zone, but the enemy attack is relentless. Also, there are concerns of an enemy ambush in the jungle region. Transport unit needs an escort. Suit up immediately. Head into the jungle and rescue the transport unit. Enemy aircraft approaching our media transports.Protect the medias. Shoot the enemy down. さあ、ミッションスタートだぜ。メディアを守ればいいだけだもんな。補給箇所いっぱいあるってことは、いろんなところで戦わなきゃいけない感じになりそうだな。あと、ジム寒冷地仕様もね、本当はこのマシンガンじゃないやつつけたいんですけど、修理に追われててね、なかなかその武装強化まで回せないんですよね。機体が万全な状態でないと強化ができないので、そこがちょっと痛いところですね。あ、ミディアだ。あー、鉄筋が結構来てる感じね。航空部隊か。マシンガン系の武装でよかったかもしれんな、今回は。ミディア、こんなんで落とせないだろう。余裕だぜ。さあ落ちろ。さあ、あとは補給だな。ああ、またミディアのとこ行ってんな。接近させないように戦うか。なるべく正面に捉えて攻撃をかける。これは大丈夫かな。敵全然来ないもんね。ミディアどこまで守ってやればいいんだろう。作戦エリア外までは見てやった方がいいのか。うわー、また来てる。大量だな。よし、一気に逃げてくれたな。いいのかな。あ、多分次が来てんな。あ、ちょっと待って、またなんか来てんな。結構数いるんだね。作戦エリア外に出てったのにまた攻撃かけてんの、あいつら。よし、とりあえず破壊できるだけしとくか。補給もついでに。ああ、どんどん来るな。ああ、補給箇所潰された。さあ、ミディア守るぜ。
意外と落とされてはないね。2機目も普通にここまで来れてるわ。さあ、これがラストか。よし、倒した。あとはミディア離脱してくれるの待つだけ。もう敵いないもんね。さあ、全然余裕のミッションですね、これ。防衛ミッション。全然モビルスーツ出てこないから余裕でした。絵になるね。The mission was a success. Return to base. たぶん S でしょ、これは。時間はたぶん決まってると思うし、うん、撃墜もかなりできたと思う。さあ、それでは11月1日になりました。日付の方進めて、ステータスの方戻ったんで、海軍基地攻略いきましょう。まあ、その前にポイント減ってますけど、これは理由がありまして、パイロットの補充もいろいろしたのと、ガンキャノン量産型がついに作れるようになったということで、今製造中です。まあ、発注中って言えばいいのか。あと、パイロットも結構増えましたんで、まあ、一応いろいろね、見せておきます。なんか見たことあるようなね、名前がちらちらいますね。はい。というわけで、まあちょっと使ってしまった人物とかは休ませますけど、今回はフィリップさんと、このレオン・リーフェイ。ちょっとこの人はわかんないな。フィリップってあれか、あの人かな。下の名前覚えてないから、ちょっと確実かわかんないけど、まあ、これでいきたいと思います。ガンタンクで大暴れしてやれば大丈夫でしょう。あとこの2人が近接中距離を戦ってくれれば多分やれると思う。よし、それじゃあ行きましょう。海軍基地攻略。The first strike on the naval base was a great success, crippling the enemy's defenses. We will now commence stage 2. Our objective this time is to capture the enemy base, neutralize the enemy defense, and take the base.A reconnaissance patrol has also reported movement of enemy reinforcements. There's a high probability that enemy reinforcements will strike during the operation. Stay on guard. Our forces will now commence an operation to capture the enemy naval base. Our first assault has worn them down. Now is the time to strike. Destroy the defending forces and take the base.さあ、行くぜ。ガンタンク出撃だ。動きは早いね。で、強化の方を武装してあるんで、まあ、弾の数とかはちょっと増えてます。さあ、コメントで先に聞いてんだよな。ドムがいますって聞いてるんで。いるな。スナイプで一気に倒してやる。キャノンは効くぜ。これは足壊れた感じかな。おお、簡単に倒した。さあ、ここは狙っていくよ。厄介なドム先に遠距離全部締めちゃえばいいじゃん。どう？いいね。これちょっとかわいそうな気するけど。あー、さすがに気づいたか。これ狙うの難しいな。いや、気づいてない。いやー、気づいてんな。これ、狙うの難しいぞ。動き止めてるときはともかく、普通に動いたら結構大変かも。もうしょうがない。普通の弾では対応だ。多分、キャノン当たりはすぐ倒せるでしょ。よし。あとはあのドムさえ倒しちゃえばなんとかなる。どうだ。よーし、余裕だったな。こんな戦車じゃ止まらねえよ。よし、大体片付けたか。あとなんかね、聞いてるのスボックが出るとかって聞いてんだよ。やばい、撃たれてる撃たれてる。
まずい、くる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 、あいつ俺の方気づいてんな。着地を狙う。これで倒れてくれ。倒したかな。よし、1体 OK。 さあ横から攻撃。さすがにこのカノン食らうとどうにもならんって感じだな、ズゴックといえども。いいね、この走りながらぶっ放せる。これもう倒した。すげえガンタンク、やるな。もう竜補正を使わなきゃいけないんじゃないかと思ってたが、やられちまー。これは敵さんの方がやられちまーだわ。まだいる？あ、まだいるな、結構。でもこんなん水中で戦う必要ないでしょ。待ちます。来るの待ってからで大丈夫。すげえ簡単。ちょっとまずいか、打ち合いになっちゃったけど。キャノンがもうねえんだわ。普通に倒す。All units, the enemy defense has been eliminated. This is it for the enemy. The naval base was successfully captured. Your bravery in battle is commendable.いや強いなガンタンク。ちょっと最後ちょっと無理やり近くで撃ちまくったからダメだったけど、多分 A は取れたでしょう。どう？あし、ギリギリ S だったって感じかな。海軍基地制圧に関する通達。我が軍は敵海軍基地の制圧に成功した。だがこの戦果はジオン軍の指揮系統の混乱に乗じてようやく得られた戦果に過ぎない。敵が統制を取り戻せばこの基地を全力で奪い返そうとするはずだ。敵に回復の機会を与えることなく攻勢を維持し本戦線における優位を確保する。はい、というわけでまた別のミッション来るのかな。残敵相当か。あ、エリガー来た。ジャック・ベアード、どんどん知ってるやつ来るね。またなんか宝石上がって階級上がったのかな。お、隊員になってる。でガンキャノン量産型が来た。これも乗ってみたいなあ。いやでもな、すぐ乗るのあれか。強化に1回回した方がいいな。よっしゃ、それじゃあ日数の方も少し進めたんで本日最後のミッションいきましょう。残敵相当です。Following the successful capture of the naval base, we will now commence mopping up operationsPresence of enemy forces has been confirmed in the canyon to the north. This is the perfect opportunity to reduce their strength. Begin pursuit immediately. Take down as many enemies as you can. Forces that withdrew from the naval base are trying to escape north through the canyon. Destroy as many of them as you can. There's no time to lose. Suit up immediately.さあ行くぜ。おっと、なんかいるぞ。なんだ今のは、赤いかなんかか。あ、もういるな。あ、くっそ、邪魔しやがってよ。くらえ。さあ、あとはもう邪魔がいないからこのまま落とす。そう、さすがにガウは簡単には落ちねえか。いや、落とせた。めちゃめちゃ撃ってくんじゃん。そう、腕が破壊されたか。くらえ。さあちょっと腕損傷しちゃったな。あとは航空部隊。もうガウは落ちてるよな。ロックオンできないから。なんかまだいるな。よし、落とした。あとは航空部隊だけってことかな。あとは本当に細かい航空部隊倒すだけならもう余裕のミッションです。 OK。 Elimination of enemy forces confirmed. Amazing! You prevent
prevented the enemy escape. The mission was a success. Return to base. さあ、圧勝でしたね。今回の3つのミッション、本当に新しい機体のおかげでかなり楽に戦えました。あ、ついに陸戦型ガンダムが出てきた。あ、ユーカジマも出てきたよ。すごいすごい、エース級がついに出始めたな。はい、というわけで今回は3つのミッション終わったんで、これで終わりたいと思います。おお、たくさん来てんな。パイロットがね、補充追いつかないぐらいだな。ちょっとエース級ばっかりだ。とりあえずパイロットの方が欲しいから全員呼んどきましょう。さあ、パイロット養成したら陸戦型ガンダムが買えないんですよね。まあ先に買った方が良かったのかなってとこなんですけど、ハンガーにあるいらない機体、もう多分使わないであろう機体をね、処分したいと思います。ポイントがね、回収できるってことで、これでちょっと本当にもうガチで使わんなっていう機体は売っ払って、ジムもまあ使わんでしょう。よし、これでね、あとはこの3機でしばらく頑張って、次回、まあ、最低2つミッションすれば2万は溜まってると思うから、まあ、そこのタイミングで陸戦型ガンダム買って最終ミッション陸戦型ガンダムってのもありだな。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。11月5日になりましたんで、まあ、あとは回復させたりしてまた出撃したいと思います。またよかったら見に来てください。それでは、まあ次回は確実に陸戦型ガンダム乗れるように頑張ります。それでは失礼します。